皆さんこんにちは。皆さんは子供が好きですか？子供が好きな人もそうでない人も、笑顔で挨拶されたら思わず笑顔で返してしまいますよね。もちもちの肌に無邪気な笑顔、寝顔はまるで天使のような可愛い子供たちですが、そんな子供たちの中に小さな頃からモデルとして活躍するような特に可愛らしい子供たちがいます。同じ人間とは思えないほどのオーラを発する美少年や美少女たち。ところでこの中には珍しいことで有名になった子供たちもいますが、一体何が珍しいと思いますか？それでは今回は思わず見とれてずっと見てしまうような可愛すぎる子供たちを見ていきたいと思います。皆さんが応援したくなる子はどの子か、コメントで教えてくださいね。まるで天使のような見た目で、6歳にして世界一美しい女の子と呼ばれたのはロシア出身のアナスタシアちゃん。こんな宝石のようなブルーの瞳は、まるでアニメや映画の世界から飛び出したプリンセスのようです。2015年に4歳の頃からモデルを始めたことで注目を浴び、インスタグラムではなんと107万人のフォロワーがついていて、ファンの数は増え続けています。現在チョビキッズやアイアムスペシャルなど、ロシアの子供服ブランドを中心に活躍するアナスタシアちゃん。あまりにも可愛すぎるため、母親のアンさんは娘を危険にさらしているとバッシングを受けるほど。とは言っても、過去には6歳の頃に世界一美しいと話題になったフランス人のモデルのティラーヌ・ブロンドーがいて、16歳となった今もモデルとしてランウェイに登場し、すでにモデル歴12年のベテランとなっているため、アナスタシアちゃんがこのまま将来モデル界で大活躍する可能性も高そうです。とても珍しい美人姉妹がこちら、双子のミーガンちゃんとモーガンちゃん。何が珍しいかというと、アフリカ系アメリカ人でブルーの瞳を持つことが珍しいのですが、この双子の子供たちの場合は、ミーガンちゃんは両目ブルーの瞳、モーガンちゃんは片目がブルー、片目がブラウンです。これは遺伝なのだそうで、母親も祖母もブルーの瞳を持ち、叔父と叔父の母は片目がブルー、片目がブラウン。とてもユニークな双子ちゃんには、早速モデルのスカウトの声が複数かかっているそうで、本人たちも自分たちが有名人になっていることは知っています。2人ともファッションに興味があり、撮影の時には新しい服を着てヘアメイクをしてもらえるのが嬉しいのだそう。日本の王子様といえば、フィギュアスケートのスター羽生結弦選手を思い浮かべますが、こちらはイギリスの王子様というべき奇跡の美少年ウィリアム君。まだ13歳というのに完璧な顔立ちをしているウィリアム君。人気が爆発したのは、日本人のファンがツイートしたことがきっかけなのだそうです。その写真を見た人がウィリアム君のインスタグラムを発見して、フォロワーが一気に増えたため、母親ははじめインスタグラムのアカウントがハッキングにあったのかと思ったのだそうです。ウィリアム君は4歳の時にスカウトされてモデルを始め、現在では俳優としても活躍しています。日本のテレビ番組に出演したこともあるため、日本でも大人気です。同じ人間と思えないという声が上がるくらい、あまりにも整いすぎた顔立ちです。これは大人の女性からも恋愛対象に見られてしまうのも納得ですね。弟も妹も美少年と美少女で、ずっと眺めていたくなるような子供たちです。
美少年なだけでなく、特別なスキルを持っている珍しい少年がこちらのジャック君。一体どんなスキルを持っているかというと、少年の中にはまず興味さえ持つことが少ない意外なこと、それはなんとプロ級のメイク。大人の女性でもシミそばかすを隠して凹凸のない肌を作るのは大変です。ジャック君はつけまつげも使いこなし、完璧なメイクを短時間で完成させてしまいます。そのスキルはプロさえ注目するほどで、母親が運営するインスタグラムで39万人もフォロワーがいます。このメイクをたった10歳で、しかも男の子が簡単にしてしまうというのは信じられません。ジャック君がメイクに興味を持ったのはなぜかわかりませんが、母親に頼んでインスタグラムを始めたのだそう。欧米ではカバーガールやメイベリンなど大手化粧品メーカーで男性がアンバサダーになることもあるため、将来ジャック君がメイクの世界で大活躍する可能性は大いにありそうです。それにしてもプロも注目するほど高度なテクニックをどうやって習得したのでしょうか。次は思わずずるいと言ってしまいそうな子供たちだけでなく、両親まで美形の一家。両親が容姿端麗だからといって子供が可愛いとは限りませんが、この一家は完璧に遺伝子を受け継いだようです。最も美しい双子と呼ばれているのは、米カリフォルニア州在住のエイバ・マリーちゃんとリア・ローズちゃん。双子には兄がいて、母ジャッキーさんは子育てで忙しかったため、双子が6ヶ月の時にしたモデル契約は一旦諦め、再度契約をしたのが7歳の時。この容姿のため、あっという間に有名になり、人気者になりました。兄もイケメンに育っていますね。こんな可愛い妹がいて幸せでしょうね。まるで写真をコピーしたかのようにそっくりな二人ですね。可愛すぎて見とれてしまいます。インスタグラムのフォロワーはすぐに増え、モデル事務所2社と契約、週に6日働くこともあるそうですが、二人ともモデルの仕事が大好きなのだそう。それにしても絵に描いたような家族ですね。今回最年少で将来が超有望な少女がこちらのタリアちゃんです。たったの5歳にしてラルフローレンやオスカーデラレンタなどのモデルを務めています。こんな容姿でこんな表情ができれば、子供服のブランドも放っておくわけありません。母親でさえ自分の子供にこんな表情をさせるのは難しそうです。ブルーの瞳に透き通った肌、ブロンドのウェーブがかかったヘアスタイルはまるでディズニー映画のプリンセスのよう。将来は一体どんな少女になっていくのか楽しみですね。ロシアに美少女が多いのは一体なぜなんでしょうか。クリスティーナちゃんやアナスタシアちゃん、まるで妖精のような子供たちが何人もいます。このアナちゃんも例外ではなく、3歳の頃からモデルを始めました。その撮影の様子を見た人はこの少女に何か特別なものを感じたそう。母親によるとアナちゃんは2歳の時から撮影時にはカメラをちゃんと意識していました。今はミラノを拠点とするモデル事務所に所属し、モデル業の他にコマーシャルにも出演しています。何を着てもどんな表情をしても可愛いとはずるいです。モデルの仕事がない時はバレエを習っていて、将来はバレリーナになりたいのだそうです。美しく生まれただけでもラッキーですが、その中でもスキルや珍しい特徴があるとは羨ましいですよね。皆さんはどの子の将来が見てみたいですか？その他にもこんな美少年や美少女を知っているという場合は、
ぜひコメントで教えてくださいね。